はい、どうも、お茶です。見てもらったら分かる通り、19段に落ちました。まあ、20段になって4連敗して、5連敗目か、5連敗して、なんか赤段だったらさ、5連敗したら確実に19段落ちるよみたいな、そういうなんかルールみたいなのがあるらしくて、それに引っかかって落ちました。まあ妥当なのかなと思います。とりあえず形だけ20段にしたかったんでね、まあなんとか20段にはなりましたけど、持ち歌は持ってましたね、正直。言い訳させてもらいます。はい、まあもうそんなんどうでもいいや、どうでもいいんで、とりあえず今日は真です。早く20段にしたいんでね、また形だけでいいんで試合に集中していこうと思います。スズランどうしようかな。あー、これね、フリフレ背負ったらアザミっていう超強いよね。え、繋がってないじゃん。待って、俺すげー連打してんだけど。あ、ね、どうしようかな。もうちょっと通常技で立ち回っていこうか。あ、やった、あぶねー。あれ、裏回りになってたからさ、どっかであざみするはず。あぶな、リスクゲージもう満パンやん。うわ、読まれている。あ、アザミじゃなくてスズラン、注意して。固められてる最中はスズランとかかな。おお、ミスっていく。さあ、スズラン読み合ってないけど2敗かな、あれ確か。あ、ラッキー。これバーターになってるんですよね、高さが勝手にあるんで、自然バーターってやつです。あ、これやばい。2K 出したんだが間に合わず。やっぱ投げが安定っすね。あ、もったいねー。あー、これ地上ヒット確認と空中ヒット確認、やっぱアザミか。いや、拾えんのか。しかもスズラン、うわ、あー、立てねえ、やべ。なんだろうな、ダスト食らいすぎとアザミとあとスズランかな、この3つですかね。売券対策が全然できてないっていう感じ。開幕アザミとかないんかな。ないね。あー、もう投げようぜ、見てから投げようぜ、せめて。あ、普通に投げられていく、拾われて、スズラン見る。くっそー、ぼーっとしてた、ちゃんと見てたはずなのに。あれ、かかんだよね、確かね。あー、なんで、あー、もう一回ピーク出なかった。スズラン読みで出すんじゃなくて、スズランちゃんと見てから対応した方。あ、これあるんだよ。あーあー、もうめちゃくちゃだよ。ひどいな、これめちゃくちゃっすね。やばいな、スズランで全部やられて、全部スズラン通せばこいつ勝てるやんって思われてるでしょ、これ絶対。おぶね。ああ、やった、これ。あー、やった、これ。もうどっちか意識すると、どっちか飛ぶ意識から、アザミ意識してるとスズラン飛ぶし、その逆だし、今度は。あー、どうしよう、対空しかしてねえぞ。スズラン、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 スズラン。あー、あぶねえ。あー、固め中のこれ意識どうしようかな。スズランと直が、あー、これ、あー、これだよ、ほら。もう全部アザミとスズランだけで負けてるよ。はい、もうコモミスってく、これ拡散。あー、もうほら、
はい、俺もうこんな20度になれるか、無理だな。なんで20度になれたんだろう、謎だぜ本当に。あ、2敗すらね。うん、どうしよう。スズラン読み、アザミ読みだったんだけど今。はいはい、これ固まんのよくないな、危ねえ。またこれピークに頼る悪い癖な。勝ったからいいけど、これ安定しない理由ここら辺なんですよね。勝率が安定しない理由、たまたまピークが当たれば勝てるし、当たんなかったら負けるしみたいな。全然ダメっすねこれね。ダメ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 な勝ち方。開幕アザミとか来るかな、一回様子見まぜて来なかった。どうしよう、2敗。ニエスが下段だったらニエス振っとけばいいんだけど、なんか見た目と違ってさ、下段じゃないんだよねこのニエス、意味わかんないよな。あ、勝ったこれ、さよなら。これニエス下段にしてほしいわ、せめて。なんでこれエースとニエスさ両方上段っていう、意味あんのかそれ、分けた意味あんのかそれっていう。あーはははは、甘えた肉。どっかでスズランしてくるはず。ここ OK。 あ、やべ、出てないし相手も。あー、ここ赤キャンディッシュ一旦。あ、バカだからこういうと甘い癖だよ。ここです、あれ、あ、くそ、こういうとこだな。補正切りのスズランとか多い感じ。ほぼどうしよう、バースト使う、ちょっと待ってみようね、こういうことあるんだけど。オッケーオッケー、生きてる生きてる。ここです、うん、スズランしてくると思ったんだが、うお、なんだそれ、画面見てないな、やっぱ青段は。まあ青段に落ちてなんなんですけど、青段なんかそういうの多いよな。多分分かってくれる人いるはず。あー、もうほら、ね、もう下手くそかよ。あー、もうだから前ハイが出ないんだけど、今日前ハイ出ない病にかかってるわ。まあ、やっと出た前ハイ。あー、もうバカ。あ、もう今の投げようぜ。あー、意識散っちゃうな。あ、バカ。あ、だからもう、はい、バカ、バカしか言ってないな今日。もういい、これだ、めんどくせえってピークぶっ放す、めんどくせえ。ここクスト死ぬぞこれ、ワンチャン。え、てか死ぬんじゃね、死んだ。あれ、あ、死んだ。なんかひどかったですね今日ね。まあなんだろう、スズランとかすかね。まあそこら辺ちょっと意識しちゃったのが範囲かな。はい、ということで今日はこんな感じの動画になりました。では失礼します。